はい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 。コニタン問題ね、もう決着でございますわ。うん、だからさ、ちょっとさ、もともとのさ、このね、なんか、世界情勢の方に話を戻していいですか？ 3 月の21日でしたっけ？岸田がですね、ウクライナを電撃訪問していこうですね。もう、世界激動でございますわ。あのね、もう、なんか中立なんだかですね、弱腰なんだかよくわからない、日本が、ついにですね、岸を鮮明にしたということで、世界が一気に動き始めています。でもね、これね、ぶっちゃけトータルで見たらいいことなんだよ。特に岸田は今回ですね、インドをですね、これググーとこっちに引き寄せましたので、今ね、ほんと世界中がね、未だにね、岸田がすごいぞという記事出しまくってるんですよ。そのくらいのすごい出来事起こってるんで、もうね、コニタンとかですね、俺もうどうでもええからさ、こっちに戻していいですか？というわけで闇のクマさんでございます。でね、もうコニコニ問題ね、これね、もうマジでね、決着なんですよ。本日もですね、国会でですね、俺たちの高市早苗がですね、杉尾秀哉を瞬殺でございます。もうほんとね、ものすごい勢いの瞬殺でございますよね。杉尾秀哉がですね、もうね、大臣辞めやがれ、この野郎って言ったんですよ、国会で。そしたらね、高市さんがですね、杉尾委員に言われて、私は何らやましいこともないのに、大臣の職を辞するということはございません。で、その後で後ろからですね、ついに自民党がついにまとまり始めたぞ。岸田が帰ってきてなんかまとまり始めたぞ。後ろからね、自民党がですね、そうだーとめっちゃでかい声上げたんですよ。それにビビった杉尾、5秒間固まるというですね、もう決着でございます。ほんでね、昨日ね、すごいニュース出てきたじゃないですかね。高井さんがほら、これ見て、差し込まれた。ね、小西文書というのはですね、高井さんのね、名前が書いてある部分が、どうもね、後から差し込まれたようでございますと。ね。で、これ本来ね、これね、もう捏造どころとかですね、偽造とかですね、とんでもない犯罪行為ではないのかなとね。でもね、手加減をして、もう高橋さんね、手加減しなさい。どうやらね、この小西文書問題、高橋さんは手加減をしていたようでございます。手加減をしてね、総務省のね、キャリア官僚にですね、余計な圧力をかけないためにですね、だから捏造というですね、優しい言葉を使っていたんですけれども、これ事実を申し上げますね。差し込まれていたようでございます。その辺の裏事情もですね、すべて私知っておりますという形で、なんと脅し上げるっていうかですね、これがね、凄みだよ。これがね、将来のですね、日本初の女性総理と言われる女のですね、凄みだと思いますわ。でね、これ面白いこと言うか一個。このね、差し込まれましたというこのコメント、差し込まれましたというコメントが出てきたその日のうちに、コニコニコニタン撤退です。コニコニコニタンマジだぞ、これ。撤退したんですよね、これね。何やらですね、勝手に勝利宣言をして、私の完璧なこの第一級文書のおかげで、高市早苗を追い込むことができました。そして、法解釈の改正、変更もですね、これね、撤廃させることができました。いや、もともと法解釈、変更しておらんから撤廃もクソもないんだけども、撤廃することができました。これで私の勝利です。さあ、次の問題行きましょうという形でですね。なんか勝手にですね、勝手にね、これね、次回もご期待くださいみたいな感じでですね、勝手にですね、この問題収束しやがったんですよ。ね、逃げたんです。もうね、コニコニコニタン問題収束ですわ。終わりだわ。ちょっとね、もうそろそろさ、高橋さんにセキュリティクリアランスの話をですね、ちゃんとさせてあげたいんだよね。もうこっちの方が大事だからね。このセキュリティクリアランスは本当に西側諸国と日本の連携を強めるですね、もうキーになるから。これをね、もう高橋さんにやらせてあげてください。それと同時にね、これね、だからこそ今もね、もうここから目を向けなきゃいけないのは、今の世界情勢がどうなってるのか。これね、インドを中心にですね、こう包括的に今世界の動きはどうなってるのかをですね、説明してくれてる記事を見つけておりますので、こちらをちょっとご紹介していきたいなと思うんだけど、端的にね、今ね、起こってる事件いくつか言っとこうか。これこの間も言いました。中国で拘束をされていた、アステラスの製薬社員ですね。これね、まだ拘束をされています。ね、されています。でね、これ困ったことにですね、これね、この拘束をされたアステラスの社員っていうのは、めちゃめちゃ親中野郎だったようです。ね、アステラスってね、めちゃめちゃ中国にどっぷり使ってビジネスをやっていたんですよ。で、このね、中国で逮捕された先生もですね、アステラスの社員もですね、日中友好を掲げたですね、めちゃめちゃ親中派だったらしいです。ね、もうね、中国でビジネスをやってるアステラスさん、そして、岡田、パナソニックさんとかですね、なんなら僕の大好きなトヨタさんもそうですよね。中国でビジネスをやってる皆さん、ね、親中を掲げていたとしても、こうやって逮捕される、そういう状況になってきています。大丈夫ですかっていうのがね、もう一点とですね、ついにロシアが襲いかかってきましたよ。ロシアが襲いかかってきたよ。これロシアがね、これ昨日なんだけれども、アメリカがですね、日本に軍事化を迫っているという形でですね、もうはっきりと言いました。これ読んでみる、ちょっと。ロシアのプーチン大統領の側近、パトルシェフ安全保障会議書記はですね、27日の政府系ロシア新聞、電子版のインタビューで、アメリカがですね、日本に新たな軍事化を迫っていて、自衛隊はですね、攻撃作戦をですね、実行できる本格的な軍隊になりつつあるとね、自衛隊はですね、もうね、ガチめの軍隊になってきてるんだということをですね、ロシアがはっきり言い放しました。そして第二次世界大戦の結果に対する重大な違反であるとね、敗戦国だからいろいろとですね、重荷を背負っている日本のですね、ちょっと弱いところをついてきやがったんだよね。で、岸田首相がですね、アメリカ製の巡航ミサイルトマホーク400発をですね、取得するぞという方針を示していることに言及しました。アメリカが兵器を与えてですね、日本の軍国主義製品を復活させようとしているぞと指摘をした。その次の日にですね、はい、これ今日の話ね、日本海でですね、ロシアが
がですね、訓練だっつってですね、日本海の標的に対して巡航ミサイル発射、巡航ミサイル発射で大ニュースになりました。ついにロシアがですね、ウクライナだけではなくて日本も敵とみなしたというと思っていいでしょう。しかも困ったことにこのミサイルですね、なんと極超音速ミサイルです。日本海にこれ超音速ミサイルをどうも撃ってきたようでございます。どうもロシア徐々に徐々に本気になってきてますから、俺たちの覚悟を決めないといけないぞ。でもね、これはね、いいことだと思いますよ。だって今さ、ウクライナでさ、あのブチャの惨劇とか見たでしょ。あのウクライナに対してむちゃくちゃやってるですね、ロシアの味方に俺たちが入れるわけがねえんだよ、ないんだよ。だからですね、これ岸田がやってみたりですね、岸を鮮明にして、俺たちは西側諸国と共に歩んでいくと。そしてですね、その西側諸国の中でもめちゃめちゃどでかい役割をですね、今日本になっているじゃないですか。そうでしょ？あの自衛隊がですね、あの太平洋島嶼国に行ってですね、あの訓練やったりとかですね、こうやってこれ、岸田の今回ね、あのね、ウクライナに行く前にはインドに行ってたでしょ？この、あの、岸田のね、インド訪問っていうのは、インドをですね、西側諸国にグググググと、で、インドはもともとロシアと仲良かったから。だってインド軍の武器ってほとんどロシアだったんだから。ね？そのインドをグググと西側諸国に引き寄せるめちゃめちゃどでかい役割を果たしていたということで、未だに世界で岸田がすごいという話になってるんですよ。まあ、すべてはですね、これ安倍さんがですね、作った土台、安倍さんがですね、苦労して作った土台の上にいるんだろうけれども、それでもね、岸田君、安倍さんの土台をですね、うまく生かしてですね、あの世界で活躍してくれ。それでいいと思うわ。ということでですね、これね、ちょっとコニタン問題でですね、もうしょうもない問題にですね、ちょっと目が行き過ぎましたね、我々ね、ちょっとね。だからですね、今の世界情勢ですね、一回思い出すためにもですね、あのインドを中心にどんな形で今世界が動いているのか、これを包括的にですね、説明してくれてる文章を読ませていただきます。いきますよ。中国とロシアに対抗し、西側は固く結束、これで岸田のおかげなんだぞ、すごいぞ。両陣営のですね、対立が一層鮮明になり、大いなる返却の到来へ。わかります？今ね、世界の状況がぐるんぐるんぐるんと、さらに世界大戦以降ね、塊が凝り固まっていた世界情勢がぐるん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 と変わってきてますからね。いきますよ。今年のですね、3月の21日は、両陣営の対立が一層鮮明になるとともに、いや、これ、国際情勢のですね、大いなる変局の到来を感じさせる特別な日になった。これ何かというと、岸田の訪問なんじゃ。岸田のですね、これ多分あれだよね、ウクライナ訪問のことだよね。岸田、お前、本当にちょっとコーヒー飲む。で、この日ですね、ロシアを訪問した中国の習近平国家主席は、プーチン大統領と会談をしました。そして同じ日に、インドの訪問を終えたですね、岸田総理がですね、ウクライナを電撃訪問したわけでございますわよ。こうしてですね、ウクライナの事態をめぐる国際社会は、両陣営がそれぞれ結束を固め、それによって対立が一層鮮明になる状況が現れてきました。ね、これ岸田きっかけだぜ。俺たちの岸田きっかけだぜ。ちょっと、もうお前はちょっと本当、どうしちゃったんだ最近も。はい、いきますね。ロシアと距離を置いて中国に対峙をするインドとね、これ大事なところですよ。インドはですね、ある意味で中国と似ているんですね。例えばですね、ソ連崩壊後のロシアと密接な関係にあるとね、インド軍の武器はほとんどロシアですと。その主要な軍備はですね、いずれもロシアから購入し、エネルギーもロシアから大量に購入して輸入をしていますと。さらにはですね、ウクライナ戦争に関するですね、国連での度重なる投票にもですね、インドは棄権してきましたね。これインドが投票してくれたらですね、あのロシアはですね、窮地に落ちるところだったんだけれども、まるでロシアを助けるかのようにですね、インドはですね、その投票っていうのをですね、棄権してきたんですよね。しかしなぜか国際社会では終始インドだけではなく、中国だけをですね、ロシアの天井なしのですね、非公式な同盟国ね、インドを攻めるのではなくですね、中国だけが攻められていたね。中国を既存の国際秩序にとって最大の脅威としていると。で、その理由は簡単で、インドは中国の敵だからね。あのラダック地方でですね、あの中国とインドっていうのはずっとあの小競り合いしてるでしょ、だからこそインドはですね、うまくすればちゃんと西側諸国に引き込めるとみんな思ってたんだよね。しかもインドは民主主義国家であるとあるため、西側からすればですね、何としても仲間に引き込みたい対象ですらあるとね。目下のですね、インドとロシアの関係は平たく言えばですね、インドからすれば旧友、つまりロシアをですね、あまり怒らせたくないというところであろうと。しかしですね、ロシアを裏切ることによってメリットがこぼれ落ちているのであればですね、あのロシアをですね、多少窮地に陥らせたとしても、美味しいものを拾わずにはいられないといったところにもあるとね。別に正義のために立ち上がっているわけではないというですね、まあこれが国際情勢なんだよね。はい。そしてですね、一方のですね、中ロ関係は、ね、中国とロシア関係はいわば結託して共に悪事を働く仲間同士ですとね。あるいはですね、ナイフで刺す役、戦争を起こす役はロシアで、それ戦争のための武器、ナイフをお渡す役がですね、中国であるというですね、まあどえらい例え方しておりますなこれ、という例えが関係にあると。しかし最近では、アメリカとインドが協力をして、中国とインドの国境のですね、中国軍を打ち負かしたというですね、あの従来のインドとロシア関係に大きな変化をもたらしかねない出来事が発生しているんです。そう。あのね、アメリカがですね、ロシアに代わって武器を供与したらしいんですよ。これによってインドとロシアの関係に大きな変化が生じてきてるらしいですよ。はい。そこへ岸田首相がですね、あのウクライナの電撃訪問ですね、電撃訪問なども重なって、今やアメリカとロシアの関係、そしてなんと日本とロシアの関係においては非常に緊張した空気が流れているとね。
だからこそロシアが日本海でですね、あの極超音速ミサイル撃ち込んできやがったでしょ。そこに、そのような中ですね、アメリカのメディアは再度、中国はですね、ロシアに大量のドローンをですね、援助をしているとね、そしてその内幕を暴露しているとね、これはもうですね、大きな嵐が今にも世界で吹き始めるですね、予感がするではないかという状況ですよ。だから岸田は今めっちゃ急いでるんですよね。うん、正常な国へ移行する日本、わかる？今までがダメだって世界で言われてるんですよ。そして日本がついにですね、正しい国に行くぞと言われてるんですよ。今までね、憲法9条とかですね、自衛隊を軍隊なんだかなんだかわかんない状況にしようと日本っていうのはやっぱり世界からね、おかしいって見られていたんですよね。また最近の日本の外交や軍事の領域での一連の動きもですね、尋常ではないと、わかる？日本の動きが尋常じゃないって言ってるんですよ。ありがたい話じゃない？これ全部安倍さんが作った土台だぜ。そして岸田がうまいこと構築してるんですわ。インドのですね、インド太平洋地域のですね、安全保障問題において、従来の日本はですね、アメリカに追随する参加者であったけれども、今やですね、地域問題の主導者へと、どんどん役割が変わってきていると。これはですね、日本が急速に正常な国へと移行しようとしている傾向であるが、中国からすれば、それは決して望まない局面と言えると、これわかりやすい。国会でですね、岸田とか自民党がですね、あのね、反撃能力を持つべきだとかみんな言ってるじゃないですか。で、世界から見たらこれは正しい方向についに日本が行き始めたと。でね、それに、ね、反対をしているのが立憲民主党とか日本共産党とかね。これはですね、中国からすればですね、決して望まない局面だからこそ、中国のためのお役に立っているというですね、これわかりやすいだろ。もうね、あのね、もう本当にね、どこで戦争起こってもおかしくない状況になってきてるから、国内で中途半端な立ち位置の奴らは全部排除しろ。本当にそのくらいのね、あのね、あの、なんていうのかな、明確な態度っていうのが、俺、日本人国民にもですね、俺、求められてると思うよ。もうなんとなくですね、選挙でですね、仲いい人に投票するとか、もうやめた方がいいと思うよ。誰が日本のために働いてくれるのかを真剣に考えなければならない時期に、もう来てるということにですね、気がつかなきゃいけない。ね。だからね、この地方統一選挙ですね、いろんなところで選挙行われてますけど、誰が日本のためにね、動いてくれそうなのか。これを考えて投票しような。世界はそういう目で見てるぞ、俺たちを。はい。そしてですね、例えば、ごめんね、16日に行われた日韓の首脳会談の結果、日韓関係は改善が期待され、また20日に行われた日本とインドのですね、首脳会談では、中国とロシアへの対抗を念頭にするですね、連携の強化が図られました。岸田首相はですね、インドのモディ首相との会談中に、ウクライナへの侵攻を続けるロシアや中国などを念頭に、そう、岸田はね、ウクライナへの侵攻を続けるロシアと挙げた直後に、中国の名前もちゃんと言ってるんだよ。いやもう本当にね、大したもんだよ、岸田。うん。などを念頭にですね、法の支配に基づく国際秩序を守る重要性を取り上げたいと説明しましたとね。これね、国会でも言ってましたよね。これね、どこだっけ、日本共産党のアホな議員がですね、そもそもウクライナっていうのはですね、これ外交に失敗したんじゃないですか。あとね、外交に失敗したからこそ戦争になったんじゃないですかって適当なことを言いましたよね。そんなところが問題なのではないとね。国連のですね、常任理事国であるロシアがですね、国際法を犯したんであると。であるならば、世界がまとまってそれを非難する。それこそがですね、外交ではないのか。法の支配に基づく国際支配と、国際秩序をですね、守る重要性というのをですね、言った後ね、そういう態度、そういうね、ロシアをちゃんと非難するというのが外交ではないのかと言って、日本共産党のアホ議員をですね、叩き潰しましたよね。もうね、岸田がやってること最近全部正しいんだけど、俺もう好きでしゃあないわ、今、あいつが。説明した上で、モディ首相にですね、5月に広島で行われる G7 サミットへの参加を招待したところ、モディ首相はなんと、参加をする意向を示したと報じられていると。これでモディさんが来たらですね、もう西側諸国の結束がぐーっと固まるよ。で、その役割を果たしたのは、日本の岸田ってことですよ。なお岸田首相の言うですね、法の支配に基づく国際秩序というのは、アメリカ主導の中国とロシアの侵略戦争に対抗するための政治的主張の基盤であると。インドがそのようなですね、国際秩序を守るための議論がなされる場合のですね、参加を承諾することはね、どっちについているかわからないインドがですね、西側諸国に来てくれるということはね、ロシアの侵略行為に対して明確に反対をするという意を示したことに等しいんです。そう、ロシアをインドがね、ぶった切りつつあるんですね。それを促したのは岸田だぜ。何回も言うけど、自民党の岸田だぜ、おい。インドの場合ですね、制裁といった具体的なアプローチにおいては、必ずしも参加をするとは限らないであろう。しかしですね、それでも、ソ連からですね、ロシアに至る数十年にわたる友好関係の歴史を持つインドにとっては、ここまで反対のですね、意思表示ができるという点だけでもですね、十分得難いと言えると。で、そりゃそうでございますわよね。中国とロシアが手を組んで、アメリカとその同盟国に対抗するという大きな局面の中で、インドの役割もですね、大きな変化を迎えているんですよね。そしてアメリカのメディア、USニュースによるとですね、昨年の末アメリカはインド軍と前例のない情報共有を行って、その結果インドは国境の紛争地域で中国軍の侵入を見事に撃退できたというとね、この成功例は非常に大きいものではないけれども、中国とインドの間で、ね、の間でですね、の軍事分野での協力がより実践的なものになった今、インド政府にとってはロシアの武器装備に頼ってきた従来の方法で本当に良いのであろうかとね、ロシアの古臭い武器ではなくてですね、アメリカの最新鋭の武器をね、今ね渡してくれると言っているんだ。そしてそれをね要望する大チャンスが来てるんだ。で
があるならば西側諸国に着いた方がインドのいいんじゃないのかななんてね話し合いをですねするきっかけになったでしょうと、インドのですねロシアに対する態度の変化は、すぐにはですね金融や貿易などの分野での制裁やデカップリングなどに現れなくてもその態度の転換はインドのような中立路線を行く他の国にとっては一つの見本になるんです。その通りです。今ですね中米のあたりですよ、キューバのあたりあのホンジュラスとかですねあの辺がですねチャイナマネーにやられてですね台湾との国交を断絶して、そしてあの中国側に寄っていってるでしょ。アフリカも同じような状況ですよ。でもねああいうね小さな国々もですねこのインド超大国インドがですねロシアや中国をぶった切ってですね西側諸国に就こうとしているというこの姿を見せることはですね彼らのですねこの親中姿勢にですね影を落とすんです。で、それを促したのはしつこく言うけれども、岸田なんです。マジで岸田すげえわ。はい。それで平和の使者をですね、演じるアホの中国とね、アメリカ側がですね、このようなニュースを発表したことは、世界に向かって中国共産党の脅威に直面をしたときに、アメリカの援助は有効だ。だから恐れることはないんだ。中国はですね、彼らが自慢するほど強くないんだと伝えているようなもんなんですよ。そりゃそうです。さっき言った通りですよね。インドまでですね、西側陣営ね、つまりですね、日本とかアメリカ側にですね、傾いてきている中、中国はとっくに見透かされているともですね、知らずにですね、依然としてそのような無理なですね脚本通りにあたかも平和の使者であるようなウクライナとロシアの戦争は中国が止めてみせるとかでうさんくせーというですねあの平和の使者であるような芝居を続けているとね。わかる。中国ロシア首脳会談の後に宣言された戦略パートナーシップを強化した共同声明ではですね中国側の平和案を4文字でまとめるとすれば領土割譲であるという。簡単に言うとですねあのウクライナさんもうあの今ですねロシアが占領している地域はそのままロシアにあげなさい、そしてもう戦争をやめなさいというですねもうあのゼレンスキー私はもう絶対に受け取ることができない提案をですね中国はしようとしてるんですよね。しかしですねこれはゼレンスキー氏をはじめアメリカや NATO そして日本やインドにとっては絶対に受け入れることができないこと案であるのは明白であると。何が平和の使者じゃボケということですね。もしですね国際社会がこのような偽の平和を受け入れれば今後の世界のルールは取ったもの勝ちと是認するようなものであるとね。アメリカみたい中国とかですねロシアみたいに暴れるだけ暴れてね世界の地図を書き換えてその上でやっぱり平和がいいねっつってですね結局取ったところはそのまま持っていくってですね、こんなことがまかり通る世界になってしまうわけでございますよね。だから何をしても何の悪い結果もなく責任も取らされないとなると、これこそ本当の天下大乱の始まりであると、人類の末尾の到来になるであろうとね、ウクライナ情勢をめぐってですね対立を一層鮮明にする中国ロシアとそして我々西側諸国、このような中ですね中国共産党が解体されなければこの大いなる変局は迅速にですね無数の人々の未来に、無数の人のですね未来の運命に影響を与えるであろうと。今後10年間世界を巻き込むこの台風の目は台湾とウクライナにあると。ちなみに台湾にあるということは日本にあるってことだからね。はい、というのがですね今の世界の情勢でございます。もうね、あの、岸田がですね、ウクライナに行くことによって、岸を鮮明にしたおかげで、もう、あの、中国、ロシアとですね、あの、西側諸国の対立明確になりました。そして、岸田の役割は大きかった。あのですね、どっちにつくかわからないと言われていて、ドキドキしていたあの、インドをぐと西側諸国に引き寄せたというのが今の世界情勢でございます。はい。で、ここからでもね、実際ね、どう展開していくかはまだわからんよ。大注目よ。だからね、シンボリックなニュースがあったらですね、またお届けしたいと思います。もうね、あのね、コニタン問題はですね、もうね、昨日のツイートでですね、コニタンが逃げました。逃げを打ちました。高橋さんがですね、あのね、この文章、私の名前が書かれてる文章は、どうもね、何か差し込まれているようですよ、文章がと。言った瞬間に、コニタン逃げました。この問題は、あとはですね、もう高橋さんもですね、もうこのしょうもない問題をやめてですね、あの、セキュリティクリアンスに関わりたいなと思っているのはですね、どうも、あの、見ていたらわかるので、もう、いっかな、コニタン問題。もう、こいつに関わっててもろくなことないし、もうなんか、時間の無駄な気がしてくるしね。はい。ということで今後もですね、あのね、今後はですね、こちらのですね、あの世界の動きはですね、ちょっと日本のマスコミが報道しない動きもね、かなりありますので、だってさ、みんな知らなかったでしょ。アステラスの社員がですね、拘束をされたことは知っていたと思うけれども、実はこのアステラスの社員ですね、めちゃめちゃ日中友好を掲げてきた親中派、中国大好き野郎でもこうやって逮捕される状況にあるということは、実はみんな知らなかったでしょ、実は。ね。で、こういうところで中心にまたお届けしていきたいなと思いますので、もしよければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。